ワンピ買ってみます。お、レイコさん嬉しいです、ありがとうございます。ワンピ買ってみますとのことで、ぜひありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあお待たせしました。続きまして3点目の、このスカートのご紹介に行こうと思います。はい、はい、こちらも可愛いですね、カラバリが、はい、本当にね、はい、ではこちら3点目です、はい、品番が M3761 のバイカラーメローナロースカートです。お色は今アリちゃんが履いてますピスタチオ、はい、はい、そして手に持ってますパープル、はいはい、そして今私が履いてるブラック、はいはい、の3色展開となっております。ではお値段いきます。じゃじゃん、2790円。イエーイ。でこちらも本日18時から明日の朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、はい、ではアリちゃんスリーポイントお願いします。このスカートのまず素材のおすすめポイントですね、表面がね、このこっちでしようかな、表面がこういう感じで、あのポコポコ凹凸のある素材感になっています。で、はい、あのトレンドのね、この配色のベロ加工がすごい可愛い感じになっております。で、何より嬉しいのが、このシワが気になりづらい素材になってますので、うん、あのデイリー使いもすごいして、あの気軽にねしていただけるかなと思っております。あと本当に嬉しいのが、ソーウエストゴムなんですね。そうなんですよ。そうで、生地自体がすっごい伸縮性があるんです。めちゃくちゃ伸びます。で、足、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、そう、足本当に、え、全然開そう。かつバックスリットになっているので、うん、本当にね、もう足さばきもいいし、あの伸縮性もあるので本当にこう動きやすいですし、うん、そこがまた嬉しいポイントでもあるのと、あと足のねラインが出づらいシルエットになっているので、うん、はい、結構ねこの辺気になるなって方でも、あのアイラインなんですが着ていただきやすいかなと思ってます、はい、あとは本当にこのメロウの縦ラインが細見えしてくれるのと、ウエスト位置も本当にこの辺なのでスタイルアップ効果もすごいあるアイテムになっております。はい、ありがとうございます、はい、ではコメント読んでいこうかなと思います。あ、動きやすいのに可愛いってママにとってめっちゃありがたい。いや本当に、いやそうですね、ママもだし、結構通勤とかで電車乗られる方とかも、うん、こう座ったりしてもシワになりにくいので、うんうん、本当にね運転する方とかにもおすすめです。そうですね、はい、あの OL さんでも多分私とか朝基本走ってるんで、駅まで走りますねこれはね多分走れると思うね、はい、本当に大丈夫だと思います。はい、上戻りますね。あ、総ゴムありがたいって、本当に総ゴムなんですけど、こうね平ゴムっていうんですかね、中に平ゴムが入ってるタイプになってるので、見た目がめちゃくちゃスッキリしてるんですよ。うんうん、うん、こういう感じで、はい、なのでゴム入ってるって総ゴムって分かりにくい、そうですね、見た目になってるので、そこも嬉しいポイントですね。本当スッキリ見えます。スッキリ見えですね。はい、です。ちょっと、あ、もっちゃんはイエベですかっていただいてるんですが、そうです、イエベ秋でございます。はい、あ、エアポコお願いしますっていただいてるんで、じゃあちょっと私してこようかな。わかりました、ありがとう。想像できる、走ってるスリットちゃんとあるんですね、嬉しい。そうなんです、スリットがね後ろにこのくらいかな、162のアリちゃんでこのくらいのスリットの長さになります。はい、あ、スカートアウトしたコーデが見たいですということで、ちょっとじゃあアリちゃんアウト一回しますね。でも本当にこの総ゴムなのが分かりにくいデザインになっているので、あの周りにめちゃくちゃおすすめです。で、アウトするとこんな感じでございます。あ、でもアウトも多い、うん、ね、お上品な感じになりますね。はい、はい、で、ちょっとエアココしてきましたが、うん、こんな感じです。そんな分かんないんじゃないかな。そうですね、うん、結構このメロンとか、あと素材感が結構こんな感じ、ちょっとシワっぽい感じ、うん、の加工になって、結構これが目くらましになってくれると思うので、うん、そんなダイレクトにあのラインを拾ったりとか、そのお腹ポコが目立つってことはないんじゃないかなと思います。はい、はい、ゴムぐるぐるならないですか、縫い付けてあります。あ、ゴムね、縫い付けてあります。入ってるタイプじゃないですね、うん、ちょっとお見せしますね。こういうパターンのゴムになってます。もう何ですかね、そうですね、縫い付けてある、うん、感じになってるので、あの回るタイプではないです。こうぐちゃぐちゃってなったりもしないです。あのね、私もそれすごい苦手なので、むちゃくちゃわかります。はい。です。あ、お尻の形わかりやすくないですか？あ、お尻を向いてみる。せーの。こんな感じです。なんかそんなマーメイドとかではないんで。そうですね。うん、そこまで、うん、
拾いにくいんじゃないかなと思います。はい、はい、あ、ペチを履くことが多いのですが、インナーのライン見えづらそうですかって、はい、あ、そうですね、もともとこれ自体が裏地が膝上までついてまして、で、膝上までついてペチいらないんちゃうかなっていう、裏地がちゃんとついてるので、ここまでついてるんですが、それもね、形拾ってないので、ね、めっちゃこれってやって ね、多分ありちゃん今特にペチとか履いてない。そうですね、けどそんなライン拾ってる感じはしないので、はい、そこまで気にしなくても大丈夫かなと思います。はい、はい、あ、あ、ピスタチオじゃなかった、パープル履いてみてほしいですって、はい、じゃあちょっと私着替えようかな。はい、了解です。はい、いきます。メロン部分も色ついてるからブラックもお試しできそう。私ね、本当にね、この配色のメロンがすごいおしゃれ見えがグッとするので、あとやっぱりスカートがこんだけでデザインがあると、上がこういうシンプルなものでもすごいおしゃれに見えるので、めちゃくちゃおすすめです。コーデにも困らないんじゃないかなと思います。お二人のトップスも気になります。販売してますかということなんですが、これがね、ちょっと品番のね、サンプルで分からなくて、モピちゃん今着てたトップスなんやろ。あ、これは確か先週ぐらいに発売してた、あ、品番が、あー、それね、ちょっとね、サンプルやからないかな。そうですね、サンプルが品番なくて。そう、でもね、トップスで相当していただいて、トップスで検索していただいて、新着順で相当していただいたら、探せば、ここにデザインがあるもの出てくると思いますので、それすいませんが探してください。ごめんなさい。おいくらですかということなんですが、スカートはですね、お値段は、2790円です。で、今日は送料6時から明日の12時までで、11時59分まで送料無料の特別価格になってますので、ぜひぜひ一度サイト見てみてくださいね。はい、今3点目です。お二人のお尻を教えてほしいですということなんですが、ありちゃんはやっぱりせっかくなので、パープルかピスタチオですね。今結構私の中でピスタチオが好きでブームになっておりまして、そんな持ってるわけではないんですが、そうピスタチオがやっぱりちょっと気になってる最近って感じです。はい、あ、151センチですが低身長度がありますかってことなんですが、低身長度があるので流しますね。ほい、これです。これが今168センチの高身長のスタッフの着用動画になります。でも高身長さんでも多分短いってことはないんじゃないかな。そうですね、で次152センチの低身長のスタッフが履いた動画がこちらです。低身長さんは結構ロングめで履いていただくのがめっちゃ可愛いと思うので、ね、あえてね、巻き仕立てでね、うん、ペタンコでもギリね、ギリでもないか、まあ、でもついてはないんだ。うん、そうですね、切れてる感じです、はい、です。ありがとうございます。はい、はい、パープル着てきましたが、パープルも可愛いですね、でさっきジレ合わせもいいかなっていただいてたんですけど、ジレも合います。はい、はい、でもパープルも結構大人っぽく着れたようと、思います。はい、はい、じゃあせっかくなんでアリちゃんにも、はい、お願いします。あ、スニーカー合わせるよりパンプスの合いそう。そうですね、全然パンプスでもいいと思いますし、ちょっとなんかスニーカー合わせも皆さん見たいかなと思ってスニーカーにしてきたんですけど、多分パンプスでも、もちろんブーツとかでも合うかなと思います。はい、あ、ありがとうございます、嬉しいです。アリちゃんのは 2way 素材トップスかなって言われてるんですか。あ、さっきのモピちゃんのやつかな。あ、違う、ツーウェイ素材トップスじゃない。 あれはね、ちょっとまた違うんですね。違うか、ちょっとアリちゃん帰ってきたら、じゃあ品番ちょっと調べてお伝えしますね。ごめんなさい。はい、少々お待ちください。結構パープルも結構大人っぽいカラーなので、まあ、スカートだからこそパーソナルカラーとか気にせず着ていただけると思うので、ぜひカラーもの調整まだしてないよって方はスカートとかで挑戦していただけたらと思います。はい、一応パープルはここのメロンの部分はちょっとグレーっぽいよ、だから結構落ち着いて見えるのかな。アイボリーとかじゃなくて結構グレー系の色味のメロンになってるので、だから大人っぽく着ていただけるかなと思います。はい、うん、あ、黒には何色のメロンかなっていただいてるんですが、白です。真っ白、白、白です。真っ白ではない、ベージュ系、ベージュ系、アイボリー、アイボリーエクリュ、そっち系のカラーのメロンになってます。ちなみにピスタチオはブラウンです。はい、
です、うん、秋冬でも履けますか？秋は全然いけると思います。冬はちょっと1枚だったら寒いと思うので、あのタイツは必須やと思うんですが、もしかしたらね、ちょっと素材感がどちらかというとちょっとあの薄手にはなるので、もしかしたらあの肌寒く見えちゃうかもしれないです。今の時期と晩夏とか、それこそ秋とか、春夏秋が一番着やすいかなと思います。はい。うん。ありがとうございます。本当これはね、パープル可愛いですね。スカートだったらね、ダイレクトに顔には響かないので。うん。あ、TikTok の方も皆さんありがとうございます。コメント来てます？なんかね、何かを送ってくれてる。あ、このシステムが分からへんねんけど、ごめんなさい。勉強しないといけないね。ありがとうございます。あ、かわいい、ね、大人っぽくちょっと秋意識したコーディネートにしてきました。すいません。インナーがめっちゃ今日見えちゃうやつ。隠すのが時間かかっちゃいました。はい、あ、スニーカー合わせよりパンプスの方が似合いそうですかということなんですが、固まってる動画、固まってない、うん、似合いそうですかということなんですが、え、どうやろうね。まあ、でも確かにトップスによるかな。そうですね、うん、トップスがあえてロゴ T とかでも可愛いと思うので、うん、結構カジュアルな感じでカットソー、真っ白のカットソーとかも可愛いので、うん、真っ白の T シャツとか合わせるときはあのスニーカーでちょっとカジュアルダウンしても可愛いですし、きれいめにブラウスとか今ボキちゃんが着てるみたいなリブとか合わせるときは、うん、あのパンプスでも可愛いですし、開け口でしたらパンプスと靴下とかでも可愛いですし、うんうん、はい、合わせ方でいろいろ着れるかなと思ってます。はい、でさっきちょっとアリちゃんが着てたトップスの品番なんですけど、パフスリーブブラウスで C6347 です。 C6347 です。さっきピスタチオの時に着てたやつね。はい、まだ在庫あるんで、もしよかったら見てみてください。はい、はい、でさっき私が着てたのが、ちょっと戻りますと、レース切り替え袖ドッキング T シャツです。はい、品番が C6353でございます。はい、はい、よかったら調べてみてください。はい、うん、あ、股間もありがとうございますね。めっちゃ可愛いですよね。ちょっと秋口も全然着れる素材感なので、はい、いろいろ着てみてください。はい、じゃあコメントは、あ、アリちゃん一気にクール系にって、ね、一気にクール系になりました。うん、大人っぽい感じで、オールブラックもね、うん、ここにやっぱり配色でね、メロがあるので、それだけでこう、うん、ブラックコーデもね、こう一気にこう華やかになるので、うん、でもおすすめです。はい、ナイス。うん、あ、トップスアウトで着た感じを見たいです。うん、このトップスはあれかな、先にアリちゃんが1点目の、うん、1光年目の時にブラウスでアウトしてくれてたんですけど、それめっちゃ可愛くて、うん、ね、長さが、まあでも全然この感じかな。うんうん、スリットが入ってるから、うんうん、モピちゃんいい感じやん。で、こんな感じでも良さそう。それでバッグとかちょっとショルダーかけたりして、うんうん、こんな感じね。はい、こんな感じです。はい、あ、おんちゃん、あ、オッケーです。ピスタチオ当てるだけ、オッケー。はい、テンション上がった。こんな感じ、あ、かわいい。はい、いや、ピスタチオもいいですね、本当に。うん、こんな感じでございます、うん、はい、よし。あ、アリちゃんモデルさんみたいで、いやいや、めっちゃかわいい、ほんまに。いやいや、ありがとうございます。お似合いでございます。めっちゃお似合いです。じゃあ、はい、コメントは大丈夫そうかなと思うので、はい、じゃあ次のチュニックのご紹介に行こうかな、はい、と思います。じゃあちょっと私先にじゃあ着替えておこうか。はい、了解です。はい、あ、モピちゃんピスタチオ似合う。私も今出せた瞬間に思ってた。似合う、モピちゃんピスタチオ似合うよね。そうね、多分家でアキさん、うん、ピスタチオめっちゃ似合う説。そうね、得意なカラーではあると思います、うん、ね、と思います。はい、シンプル大好き。あ、けいこさんね、さっき初めましてって書いてたかな。こんにちは、よろしくお願いします。ね、本当に印象変わりますね。本当に印象変わります。これ本当にね、丈が本当に低身長さんから私ぐらいのね、高身長の方でも全然綺麗に履いていただけるのでおすすめです。バックスリットもあるのでね、本当に綺麗に着てくれてるかなと思ってます。秋までね、アリちゃんのコーデいつも好きすぎる。レイチェルさん、ありがとうございます。もうめちゃくちゃ嬉しいです。はい、いや、なんかシンプルに、ね、さっき結構アウトしてほしいって言ってる方多かったんですが、あのニット、本当に普通の
厚めのニット冬着着ていただいてアウトでもめちゃくちゃ可愛いと思います。はい、ちょっとね冬着るには薄いかなと思うのでタイツとか裏着もタイツとか合わせていただいたらいいかなと思います。はい、お二人見ると元気出ます。嬉しいです。ありがとうございます。1点目から全部欲しいなおさん。まあまあ分かります。本当にねもうなんかこう可愛いものがギュッて詰まってますね。ダリちゃん疲れてないですか。ナルさんありがとうございます。全然疲れてないです。めちゃくちゃ元気です。はい、ありがとうございます。次のねチュニックももうねおしゃれでむちゃくちゃ可愛いので本当ちょっとお楽しみにしてくださいね。であえてスウェットのスニーカーを履いていきたい。ナオさんめっちゃ素晴らしいと思います。それこれねスウェットにスニーカーめちゃくちゃ可愛いと思いますね。ちょっと本当に私も今それめっちゃいいやってなりました。スウェット系のねトップスがね3分あったらねしたかったんですけどちょっとなかったのでできなかったんですが、おっ